はい、えー、即塾の久保です。ちょっと前の動画でもね、あの、お伝えしたんですけども、また追加記事があります。安倍首相、説明責任果たした、も、嘘の上塗り発覚、訂正した政治資金報告書に、ポケットマネーから支出、記載もなく、裏金疑惑も浮上ということで、二階幹事長は、これ安倍君が払えって言ったんだよって指示にね、えー、秘書に指示を出したって言ってますよね。 えー、その上でこの記事ですから、ちょっともう後がないんじゃないかなと。まあ、逆に安倍総理の今後の言い訳をね、ちょっと聞いてみたいなっていう気もするんですよね。いわば、その、まさにとか言って繰り返すんでしょうね、きっとね。先ほども申し上げました通りとか言ってね。言ってないっつうの。<laughs> で、えっ、ー、と、安倍晋三前総理は、昨日25日、まあ、あの、運営委員会で桜を見る会前夜祭の問題について説明を行ったということですよね。で、 記者団に説明責任を果たすことができたと胸を張っていたんですけども、本当ですかこのね、自画自賛ぶりというか、新聞官文な、ただ1時間を過ごしただけじゃないですかね。で、えー、答弁を正すどころか、不誠実な、無責任極まりない、えー、言動を繰り返し、さらには虚偽の可能性が高い、えー、答弁まで行ったということですね。まさにその通りですよね。えー、ツイッターでは、安倍前首相の議員辞職を求めますというハッシュタグのついた、 投稿が相次いだということです。なんか政治にね、あの、インターネットの方でも、関心を呼ぶ人がいっぱい出てきたのは、それは素晴らしいことですよね。これ、安倍総理の功績と言ってもいいですよね。まあ、とにかく、これ、見てください。私は、明細書が存在しないと言ったことは一回もないって言いますけども、まあ、25回ぐらい言ってるんですよ。明細書はないですよ、とか、領収書はないですよ、ってからね。で、ホテルの方に、 再発行を依頼すれば簡単に出てくるんですけども、再発行はしないとか言ってわけのわかんないこと言い出してますよね。じゃあ、どういうふうにね、説明責任を果たしたんでしょうかっていうことですよ。これね、領収書が出てくれば何の問題もないんですよ。で、ここにはありますね。えー、立憲民主党の辻本議員がこんなこと言ってましたよね。明細書自体は私の事務所にはない。あるいは一方、もちろんホテルにはあるだろうと思いますが、ホテルは明細書を公表することは営業の秘密に当たるので、 っってていう,ふうに言ってますけどもホテルはね、要求があれば公開しますよって言ってるんですよ。で、安倍総理が、ホテルが言ってないことをこういうふうに言うんですよ。ホテルは、明細書を公表することは営業の秘密に当たるのでって。別に秘密も何もないわけですよ。だって税務署に出すわけでしょ。ホテルの社員を見てるわけでしょ。えー、公開を前提としたものについてはお出しすることはできないというふうに言ってはいないんですよね。これも嘘なんですよ。私自身がですね、明細書を隠す理由というのは何もないわけでございましてって。じゃあ出しなさいよって話ですよね。 隠す理由がないんだったら出してくださいってことですよ。明細書はホテルにあるわけですよ。再発行依頼できるわけですよ。だって税務調査は来るじゃないですかね。捜査当局が厳しく捜査をし、すべての書類におそらく明細書を含めて、すべて当たった上に置いて、というふうなね、えー、苦しい解釈をしてます。要するに、捜査当局、要するに検察が、あ捜査をした後だから、後ろ暗いことはないですよってことなんですけども、後ろ暗いことがあるんですよね。うん、やっぱりね。 都合のある質問には通告がない。秘書と接触できてないと <laughs>。何にしに出てきたんだって話ですよ。この安倍総理のインチキぶり。どうですかまあでもね、他の国をケムに巻くには、うん、とってもいい役者だと思いますけども、うん、我々ね、国民にまでこんな嘘をつかなくてもいいと思うんですよ。で、えっ、ー、と、結局これ認めたからって言ってどうなるんですかねうん、なんかかっこ悪いぐらいでしょ。あ、でも、なんか起訴されるのかうーん。 ま、政治家としては、あちょっとね失職するってことになるんですかね。まあ、けどね、もうしょうがないですよね、やっちゃったことなんだから。うん。質問通告しろというくせに、通告してある質問には秘書と接触できていない、などと、答弁拒否をする。<laughs> そもそも捜査は終わっているのに、秘書と接触できない、答えられないということだった、という理屈が通用するのだろうかと。本当ですよ。この辺はね、野党の方もしっかりと突っ込んでいただきたいですね。私は総理だから利益共有の必要はないとの嘘。 うん、これだからあのなんかね賄賂を送って賄賂を送る理由としては出世するためですよね当選するとかなんか養殖に就くとか総理大臣っていう最高権力者になってるからもうね買収する必要はないんじゃないかなってことを自分で言ってますけどもいやいやいやどうですかねいろんな口封じがあったんじゃないですかそれとも恩返しがあったんじゃないですか要するに総理の座についてるから恩返しをし続けるってことがあるわけですよ ね、賄賂ってのは。賄賂ってのはこれから自分のことを応援してほしいから賄賂を送るってのもあるけども、あの、応援してもらった結果今の地位があるから皆さんに約束通り恩返ししますよという、ギャラを払いますよと、バックマージンしますよっていうふうな賄賂もあるわけじゃないですか。だから利益企業の必要ないってことはないんですよ。うん。ね、こんなことはね、すぐわかることですよ。まあ、よくこういうふうな嘘をね、ペラ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 と言えるもんだなと思いますよね。で、結局、安倍総理ってのは、 あの、秘書に指示を出してこの金を使えって言って、不正なお金を流してるわけなんですよね。うんまあそういうことが、この、どこですかここもあれ、まだあれでしょえー、リーテラー、週刊文集ですかこれは、うん。だと思いますけども、こういうふうなね、まあ、単なる雑誌社がこのぐらいのことを言えるわけなんですよ。だから取材能力と取材費用が無限とも言えるぐらいあるね。日本最大級の、捜査機関。 というか、マスコミ。NHK がこれやればいいんじゃないですかね。なんかね、こういう風な、リテラっていう風なね、ちょっと、まあ、マイナーというかね、この手のスキャンダルでは有名なんですけども、うん、まあ、報道としては、そんなにね、トップランクに組みするものではないような、あこういったメディアが、ここまでのスクープを連発してるのに、NHK はだんまりっていうのはちょっとゲせないですね。ということで、安倍さん、観念してください。以上です。